イガブラの広報モデルの岡島です。同じく鈴木です。伊賀市の魅力を体験するイガブラリ体験博覧会イガブラを10月1日金曜日から11月28日日曜日まで伊賀市内各所で開催します。イガブラは伊賀市全体で観光客を受け入れる体制を目指し、2014年着地型観光事業としてスタートしました。さらなる観光振興につなげるため、観光事業者だけでなく市内で活動しているグループや事業者をイガブラパートナーとして発掘・育成しています。一つ一つの体験プログラムの魅力を引き出し、参加者に満足してもらえるものにするため、パートナーと実行部会のメンバーが一緒になって磨きをかけています。今では伊賀の秋の人気イベントの一つになっています。伊賀市は豊かな自然をはじめ、歴史と文化、素晴らしい特産品や美味しい食べ物などたくさんの魅力があります。今回で7回目を迎えるイガブラ2021は、伊賀ぶらり、街歩き、自然を満喫、歴史と文化、伝統を訪ねる、伊賀人の技に触れる、伊賀の食と出会う、美容と健康を伊賀で体験の5つのカテゴリーを用意し、伊賀市の魅力がたっぷり詰まった体験やアクティビティなど61のプログラムが集まりました。イガブラ2021に参加していただくには、すべての体験プログラムで事前予約が必要です。予約の受付は電話は9月18日土曜日午前10時から、イガブラ公式ウェブサイトは9月19日日曜日正午から開始します。電話で申し込む場合、各プログラムの申し込み先へ直接電話をかけてお申し込みください。公式ウェブサイトから申し込む場合は、所定の予約フォームに必要事項を入力してください。体験プログラムを一冊にまとめたイガブラ公式ガイドブックは、伊賀市内と近隣市町村の公共施設や観光案内所などに設置しています。またイガブラ公式ウェブサイトからダウンロードすることもできます。お問い合わせは株式会社まちづくり伊賀上の電話 0595-51-9088、 メールいがぶらり @gmail.com、 または伊賀市観光戦略課電話 0595-22-9670、 ファックス 0595-22-9695 までお寄せください。秋の伊賀市を訪れ、魅力いっぱいの体験プログラムを楽しみましょう。以上、イガブラ2021開催のお知らせでした。